360日毎日ラーメンラーメンメロスです。今日もやってまいりました中野店さんでございます。本日はですね、天下一品好きの間で食べたくても食べられないラーメンと噂になっている屋台の味についてリポートしていきたいと思います。もちろん魅力だけではなくてメロス流の食べ方もご紹介していきたいと思いますので楽しみにください。では早速行ってみましょう。ゴー。はい、というわけで店内やってまいりました。今回の屋台の味なんですけども、こちらですね、昭和48年会長が屋台として営業していた頃のスープをイメージした大変由緒あるメニューなんでございます。ただですね、これ分かります、やはりですね、店内到着しますと口がもうこってりです。こってりってやっぱ注文したくなっちゃうんですよね。わかりますよね、矢野パンさん。けどね、ここはグッとこらえて、僕は皆さんのために今日は屋台の味ぜひリポートさせていただき、メロス流の食べ方をちょっとご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。すいません、屋台の味のチャーハン定食です。うまそう。いやー、見てください、この艶やかなラーメンとチャーハン。はい、カメラ寄ってください。サラサラとしたこってり色のスープ、見たことありますか？今日はなぜこのチャーハンなのかをちょっと説明させていただきたいんですけども、いつも私ですね、こってりを食べるときはライス決まってるんですけれども、こちらの屋台の味に関しましては、こちらのですね、単品でも成立するしっかりとした味わいのチャーハン、これがベストマッチングです。それを皆さんに今日ご紹介したくて実食させていただきたいと思います。まず最初にすする前にですね、ニンニク薬味ならぬメロス薬味から作っていきたいと思います。こちらのレンゲにですね、ニンニク薬味ですね、こちらをセット、そして卓上のラー油と杉蔵様でおなじみの胡椒、これをですね、ラーメンできるだけかけないように薬味の上にかけます。はい、こちらで完成いたしましたメロス薬味でございます。こちらをちょっとずつつけながら食べていただく、これもおすすめの食べ方でございます。では早速いってみたいと思います。ではいただきます。うまそう。よし、こってりのいいとこがバチコンきます。食べ進めるとあっさりのいいところもバチコン出てきます。これ皆さん食べた方がいいですよ。しかも見てください、これメロス薬味、これスープに投入しません。この薬味の上で麺をつけていただきます。見事レンゲの上で味変が完成されます。そしてこの寄せたレンゲにスープを浸して、本当にありがとうございます。めちゃくちゃうまいです。これね、やっぱり結構こってりを求めてきた人にとってはこってりじゃないので物足りなさを感じるかもしれないんですけど、その物足りなさを補ってくれるのがこのしっかりとした味のついたチャーハンでございます。あっさりとしたこってりにしっかりとしたチャーハンがめちゃくちゃ合うんですね。見てください、綺麗なこのチャーハン。あら、いい匂いするでしょう。めちゃくちゃうまい。このチャーハンが残ってる状態でスープいっときます。このしっかりとしたチャーハンとあっさりとしたこってりが口の中で溶け込んでます。この組み合わせは本当に美味しいので、今まで食べたくても食べてなかったこってり好きの方、ぜひ屋台の味頼んでみてください。絶対美味しいから。ニンニク薬味バージョンもいっときましょうか。肉焼き味でさらに味が引き締まります。これうまいぞ。いやー、今日も美味しかった。興奮気味なリポートになってしまいましたけれども、ぜひですね、皆さん食べたくても食べられなかった屋台の味、ぜひチャレンジしてみてください。というわけでラーメンメロスでした。また次回よろしくお願いいたします。